セレクチン、または CD62 は細胞接着分子のファミリーである。セレクチンは頭部分に結合するため、動作に結合する細胞接着タンパク質、レクチンである。すべてのセレクチンは海膜貫通糖タンパク質であり、関連する N 末端領域とカルシウム依存性の結合という C 型レクチンに共通した性質を持つ。 セレクチンファミリーの3つの基地のメンバーはすべて共通したカセット構造を持ち、N 末端ドメイン、カルシウム依存セレクチンドメイン、EGF 様ドメイン、様々な数のコンセンサスリピートユニット、膜貫通ドメイン、細胞内の細胞質テールから構成される。膜貫通領域と細胞質部分は、セレクチンの間で保存されておらず、それぞれ異なる区画への標的化を担う。 セレクチンは共通したエレメントを持つが、それらの組織分布や結合速度論は大きく異なり、様々な病理過程における多様化した役割を反映している。セレクチンには3つのタイプが存在する。L セレクチンは血管系のセレクチンで最も小さく、すべての下流球、単球と大部分のリンパ球で発現しており、白血球の大部分に存在する。 P セレクチンは最も大きなセレクチンで、結晶板のアルファカと内皮細胞のワイブルパラディ固定に貯蔵されており、活性化された内皮細胞と結晶板で細胞表面に移行する。E セレクチンは皮膚の微小血管を除いて、規定状態では発現していないが、炎症性サイトカインによって迅速に誘導される。これらの3つのタイプは相動性が見られ、 主観でも保存されている。相動性の解析からは、糖を結合するレクチンドメインが最も高度に保存されていることが明らかにされており、3つのセレクチンは類似した糖構造に結合することが示唆される。細胞質ドメインと膜貫通ドメインは主観で高度に保存されているが、セレクチンのタイプ間での保存性は見られない。 これらの部分はそれぞれ異なる区画への標的化を担い、P セレクチンは分泌下流へ、E セレクチンは細胞膜へ、L セレクチンは白血球のマイケラフォールドの先端へ、それぞれ標的化される。セレクチンという名称は炭水化物部分に選択的に結合することに由来する。セレクチンは工場的なリンパ球ホーミングに加え、筋肉、腎臓、 心臓での拒絶後炎症、皮膚の炎症、アテローム性動脈硬化、子宮体腎炎、全身性リテマトーデスなどの慢性、急性炎症過程、癌の転移に関与している。炎症を当時には、内皮細胞ではまず P セレクチンが発現し、E セレクチンが続く。ヒスタミンやトロンビンなどの刺激は、内皮細胞内部のアイブルパラディ固定で既でに、 形成されていた P セレクチンの迅速な放出を引き起こす。TNFα などのサイトカインは E セレクチン、そして P セレクチンのさらなる転写と翻訳を刺激する。応答に数時間の遅延が生じるのはこのためである。白血球が血管壁をローリングすると、セレクチンの塩位に位置するレクチン様ドメインは白血球上のタンパク質に提示されている。 特定の糖査に結合し、細胞の移動は遅くなって、血管壁から感染部位へ侵入することが可能となる。セレクチンの有する低い神話性は、白血球の血管外輸出の際の特徴的なローリングを可能にしている。各セレクチンは、細胞上の特定の糖査への結合を媒介する糖査認識ドメインを持っている。タンパク質のホールドと糖鎖結合残機は、 顕著に類似しているため、各セレクチンが結合する動作には、重複が存在する。セレクチンは、シアリルルイス X に結合する。しかし、スレックス自体が、効果的なセレクチン受容体であるわけではなく、スレックスと関連するシアル化フコシル化動作がより広域な結合決定因子の構成要素となっている。3つのセレクチンのリガンドとしては、PSGL-1 が、 最もよく特徴づけられている。このタンパク質はすべての白血球細胞表面に発現している無鎮型糖タンパク質である。高中球と高酸玉は良い、e、セレクチンに結合する。スレックスは良、e、いセレクチンのリガンドとして報告されているものの一つである。高酸球と高中玉は良い、e、セレクチンへの結合のためにシアル化され、 プロテアーゼに耐性を有する構造を利用するが、抗酸球では、こうした表面構造は、抗中球よりもずっと少ない。P セレクチンに対する抗酸球と抗中球のリガンドは、シアル化され、プロテアーゼ間受精で、エンドベータガラクトシダーゼに耐性を有する構造であり、E セレクチンに対して報告されているものとは、明らかに異なる。このことは、 炎症を当時のリクルートの際、P セレクチンと E セレクチンには異なる役割があることを示唆している。セレクチンには、ヒンジドメインが存在し、ナノ秒スケールで、開いたコンフォーメーションと閉じたコンフォーメーションの間で迅速な変化を行う。釣り応力によって、セレクチン分子は開いたコンフォーメーションを好むようになる。白血球ローリングにおいては、 開いたコンフォメーションのセレクチンは PSGL-1 差の上部にあるシアリルルイス分子に結合しセレクチンとシアリルルイスの結合が切れるとスライドして鎖の下部の他のシアリルルイス分子と新たな結合を形成することができ全体として結合親和性を高めることができるしかし閉じたコンフォメーションではセレクチンは一つのシアリルルイス分子にしか 結合できず、そのため結合親和性は大きく低下する。このように、セレクチンはキャッチスリップボンドの挙動を示す。弱いズリ応力下では、より多くのセレクチンが開いた構造を好むため、結合に関わる引っ張り力の増加によって、結合親和性が実際に増加する。強いズリ応力下では、セレクチンとリガンドの結合は依然として通常のスリップボンドであるため、 結合親和性は低下する。この図量力の指揮位置は、白血球の血管外輸出を開始するのに適した血関係の選択を助けるとともに、うっ血時の不適切な白血球の凝集の防止も助けていると考えられている。セレクチンが炎症や癌の進行に関与している可能性が明らかになってきている。主要細胞はセレクチンに依存した気候を利用して、 主要細胞表面のトーサリガンドの認識による細胞のテザリングやローリング相互作用を媒介し、白血球の模倣によって遠隔臓器への転移を促進する。多くの研究から転移した主要表面のトーサリガンドの発言の増加、主要転移部位の血管内皮表面の良いセレクチンの発言の増加、転移した主要細胞の内皮細胞へのローリングと接着能力が示されており、 転移におけるセレクチンの役割が示されている。E セレクチンに加えて P セレクチンや L セレクチンが転移の初期段階の循環が細胞と相互作用することでがんの拡散に役割を果たしていることが示唆されている。セレクチンは骨が細胞と呼ばれる骨を形成する細胞が少なくることで生じる疾患である骨粗しょう症の治療プロジェクトと関係している。 骨芽細胞は幹細胞から発生するが患者の骨髄に幹細胞を加えることで骨粗しょう症を治療できるようになることが期待されている。セレクチンを利用して血管系に導入した幹細胞を骨髄へ誘導する方法が開発されている。E セレクチンは骨髄で恒常的に発現しており幹細胞に特定の糖タンパク質をタグ付けすることで幹細胞が 骨髄に移動することが示されている。このようにセレクチンは骨粗症症の再生治療に必要不可欠なものとなる可能性がある。ありがとうございます。